どこを使ってクラブを上げていいのか分かりませんというご質問が来ました。基本的には足の力、足でこの体全体を少し誘導してあげるというか、まあ、上半身だけでこう動こうとすると体って意外とこう回ってくれませんので、まあ、下も少しこういう同じ方向に、飛球線とは逆の方向にこう後ろ向きにこう向いてあげると上半身もこう楽に動きますので、でそれを持ってるクラブっていうのは勝手にこのようにここまで移動しますので、この移動分でクラブを、この向いた分でクラブが後ろまで来るようなイメージで動かせると良いと思います。で逆に手や腕の動きはこのクラブを、このように後ろに振っていけばいくほど、クラブにやはり先っぽの方が重くできてますので、こう振られる動きが出てきてしまいます。ですからこの振られる動きをなるべく右手と左手で挟んで、なるべく持っていかれないように押さえてあげておく役目があると思います。でこのように押さえてあげればクラブがあまり暴れずにスイングできますので、あとはその暴れないクラブをうまく体をこう後ろに向けるのと飛球線方向に向けるのをうまく使って打ってあげることが大切になります。意外と皆さん結構手のこう振るのも方向を合わせるのも結構手頼りになってしまってますので、もうこのアドレスの状態から腕でクラブをこうあまり暴れさせないようにしておいて、このように入れ替えをうまく使って打てるようになると、少しボールへの当たり方が良くなって、楽にボールを飛ばせるようになると思いますので、ぜひ練習してみてください。いつも動画見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、評価お願いします。ゴルフでわからないことは下のコメント欄に書いていただけると、動画でアップしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。